関西電力は福島第一原発の事故を踏まえた安全性の向上対策として水素爆発を防止する装置を高浜発電所3、4号機に国内で初めて設置し、20日報道機関に公開しました。関西電力では福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、安全性と信頼性の向上を図るため、さまざまな対策に取り組んでいます。今回公開された装置は、シビアアクシデント時に格納容器内に発生する水素を減らして爆発を未然に防ぐ静的触媒式水素再結合装置といわれるもので、高浜発電所の3、4号機の格納容器の内部にそれぞれ5台ずつ設置されました。この装置は下の吸気口から水素を取り込み、内部の触媒プレートで酸素と反応させ、上の排気口から水蒸気として放出することで格納容器内の水素を減らすことができるという仕組みで、電源を必要としないのが特徴です。関西電力によると、装置を設置したのは高浜発電所3、4号機が国内で初めてで、今後はこの装置を対策が必要な原発に順次設置していくということです。この日はこのほか、津波による浸水対策として設置された水密扉や非常用ディーゼル発電機の給排気口のかさ上げなど3つの安全対策も合わせて公開されました。